お疲れ様です。今回ね、山本太郎さんの暴露というね、ことでお話ししたいと思います。山本太郎さんは国会で空気を読まないような質疑を結構されてます。それは奇をてらったものではなくて、これは言っとかなきゃいけないっていうのを思うがままにずっとね、何年も前からやってきたそうなんですよ。先日の国会質疑で日米合同委員会っていうキーワードが出てきた時はね、ここまでやったかと思いましたね。この日米合同委員会っていうのはずっとね、都市伝説の中の都市伝説として語られてたんですが、実際の公文書の中にあって、その活動内容がシークレットだったんですよね。ですんで、触れてはならないアンタッチャブルな案件かと思ったんですけども、山本太郎さんがしっかりと質問してくださって、この日米合同委員会、全てのアメリカとそして日本のこの政策っていうのはここで決定されて、総理はそれを棒読みしてるだけっていうことをね、ずいぶん前から語られてきたんですけれども、まあ、この中で語られてる内容っていうのがね、全て非公開なんですよ。で、今までに 2,3 件ぐらいは出てきたんですけども、その内容たるや本当にひどいもんでですね、アメリカの言いなりに日本が演じられてるっていうことが、まあ、如実に出てきたわけなんですよ。特に日本で掴める情報っていうのは多くはですね、まあ、YouTube にしても Twitter にしてもアメリカ発信なんですよ。で、広く見ても G7 っていうものプラス日本が国際社会というふうに私たちは思い知らされてるわけなんですけども、実際に本当の世界の情報源を見ると、私たち G7 に組みする日米同盟っていうのはね、すごく少数派であることがわかります。例えば G7 プラス日本というものの枠組みの中にアジアっていうのは入ってないわけですよ。私たちはアジアの代表国だったはずなのに、アジアは ASEAN という共同体があって、そこに日本が入ってないという現実があるんですよね。で、ASEAN というのは全体で7億人ぐらいの人口規模を持ってるんですよ。まあ、ですんで、日本よりも大きなマーケットを作ってるわけなんですよね。で、ここの ASEAN というのはアメリカとも中国ともうまくやっていきたい。特にアジアと一体化する防衛構想を持ってるわけなんですよね。ちょっとびっくりしますよね、ここはね。はい、そこでね、中国と ASEAN というのが割といい距離を持っているときに、日本というのはどちらかというと親米、つまりアメリカにものすごく偏っていてですね、まあ、アメリカの植民地としての位置づけもされているのかもしれません。ものすごくアメリカに、まあ、その制裁を脱を握られているわけなんですよね。だからアメリカが武器を買えって言ったらいいねで買うしかないと。しかもこのフォーミリタリーセールスっていうのは、払うのは現金でいいねで買う、でも商品がいつ届くかは分からないそういうような無茶苦茶な状況なんですよ。で、日本にミサイルがね、今度配備されますけども、そのミサイルを撃つべきかどうかっていう情報はアメリカ頼みなんで、日本だけでは判断できないわけですよね。さらにアメリカってのは間違った情報による先制攻撃をかけたりかけさせたりすることが前例でもあるわけなんですよ。例えばサダム・セイン大統領イラクの侵攻ですけども、この生物化学兵器があるという証拠に基づいて進行したんですけども、これはね、全く何も出てこなかったっていうことがあります。つまりは言いがかりによって戦争を起こしてイラクをぶち壊してしまって、その政権についた人をね、意味もなく処刑までしてるわけですよ。で、裁判もなく殺害したりとかね、まあひどい国なんですよね。それを国会で山本太郎さんも暴露してくださいましたし、平たく見ていってね、今国際社会がどこで作られてるかっていうと G7 ではないんですよね。どちらかというと ASEAN っていうアジアの枠組みにプラスアルファ中国がいい距離をとって存在して、そこにロシアが今一体化しようとしてるんですよ。プラスあと中東とアフリカっていう経済圏があります。中東はご存知のようにたくさんの石油利権と宗教的感覚からアメリカとは反面に回ってるわけですよね。何度も何度もアメリカに痛い目を見て見さされて、しかもアメリカに一方的に利権を奪われて、非常に関係がまずいんですよ。で、日本がその仲介に入れるはずだったんですが、この度、まあそれもね、ちょっとこう、うまくいかなくなったかなっていうところがあります。アメリカ G7 によればよるほど、この中東っていうところも日本に対して向かい風を吹かしてくるわけなんですよね。プラス、アフリカです。このアフリカという50もの国が集まった経済圏、8億人ぐらいの人がいるそうなんですけども、ここもですね、長い間アメリカと G7 には痛い目を満たされて、随分と恨みを買ってるんですよね。特に奴隷貿易時代っていうのは長かった。その影響が今でも来てるわけですよ。さあ、そうなるとね、恐ろしいことがわかります。G7 が孤立して、たった 15% の利権を持っている。しかもこの G7 に核ミサイル、核の傘っていう発想があるんですよ。うちの核ミサイルで守ってやるから、だからお前のところは言うことを聞けっていう、こういうふうな核の傘構想なんですよね。でも、その他の国っていうのは、非核の傘の下に入ってるんですよ。
どん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 軍縮をして仲良くしていこうと、今までの対立をやめてこれからもっともっと理解していこうねっていう形で、非武装化によってですね、まあ世の中を成り立たせようとしてるんですよね。虫が来ましたね、今ね。虫が足に止まった。そう考えていくと、ASEAN というところが中国により、中国とロシアが一体化し、莫大な資源と地下資源ですね、こちらの方を分配する方向にあるわけですよね。そして中東、アフリカ、ここもまあ産油国ですよ。アフリカも中東もいろんな資源が眠ってます。今まではその資源をアメリカに分取られるだけだったんですけども、もうそことの付き合いをやめてね。で、交換経済もドルをやめて独自の経済圏で独自の通貨を持ってやるということにシフトするそうなんですよ。そうなると一気にですよ、 G7 プラス日本っていうのは世界の中での少数派、だいたい経済圏としても人口圏としても 15% ぐらいにね、没落するわけですよ。しかもアメリカは独自の地下資源がありますけども、その以外のヨーロッパ各国がありませんのでね、日本も当然ですけども、まあ、大丈夫かなっていうことになっちゃうわけですよ。でも日本ってのはすごいですよね。独自のガソリン、こういった合成燃料を作ったりとかね、トヨタ自動車もリチウムイオンバッテリーの固定ですよね、こちらの方を作ったりとかして、なんと1000キロ走る EV カーをね、開発して、しかも充電時間が10分以下というね、もうほとんどガソリン車と引けを取らない、もうテスラカンパニーなんて追い目もつかないようなものをぶち上げてしまいましたよね。やっぱり最後は日本が来るかっていうところなんですけども、この日本に今度は G7 の主導権を握られるのか悔しい、アメリカや G7 各国は日本にどんな無理難題を押し付けてくるのか、そして今度はね、アフリカや中東で猛威を振るっていたその利権散奪の手法を日本という小さな国に向けてくるんではないかなというふうに思われてます。ここまでは山本太郎さん言ってないですけども、まあ、私はね、山本太郎さんの暴露を聞きながらそういった情報とも結びつけて、結構日本はやばい立場にいるなと感じてる次第ですね。はい、じゃあ今回は以上です。